本当にありがとうございます。今日は、まあ、いろんな状況がある中、昨日ゆきちゃんとそしてスタッフさんともう夜までずっと話し合いを続けて、今日やれるのかやれないのかとかいろんなことを考えたんですが、今日2月27日だからこそ来てくださってる、楽しみにしてくださる皆さんがいると思って、今日はやらせていただくことになりました。たくさんの方来てくださって本当にありがとうございます。何やろう、皆さんね、マスクも本当にしてくださってて、私こんなにステージからマスクをたくさん見ることないんですけど、ほんまに何やろう、こっちからやったら全部光るんですよ。だからなんかね、ホタルみたいに見えましたなんかね、ありがとうございます。そんなわけでですね、改めて元気よくいきましょう。はい、227、8周年皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今日初めましての方っていらっしゃるのかな、いらっしゃるかもしれないので、じゃあ自己紹介したいと思います。はい、227のピアノタマです。はい、そして227のパーカッションユキです。まあ、8周年ということで、もう何回やっとんねんって話なんですけど、それでも227をやっぱり間違えられます。これ毎年言ってるんですけど、で昨日に関してはですね、去年ここにゲストで出てくれた花々のね、小島泉ちゃんが朝の7時半にね、はい、おめでとうってメールしてきて、うん、まだ226やでっていう、あれ去年ゲストで出たよねって思ったよね。そうなんですよ。それで、まあ、覚え方とかいろいろやってたんですけれども、私たち誕生日が実は同じで、それをね、今日もういつですかってみんなに答えてもらおうと思ってましたが、まあ、皆さん今日マスクなので、はい、今日は私がゆきちゃんに質問します。はい、はい、227、はい、たまとゆき、誕生日はいつですか。2月27日です。はい2人揃って1歳年を取ることができました。はい、はい、ありがとうございます。というわけでですね、今日はたくさんの、ゲストの方もいらしてくださってますので、最後まで楽しんで聴いていってください。Thank you.
当にかっこいいんですけど、あのバンドネオン、生のバンドネオンを見られた方ってどれぐらいいらっしゃいますか？あ、思った以上にいた。実は私はこんな間近で見たことが、小川さんに出会うまではなくてですね、マイクはですね、はい、ですね、それで、そもそもこの子は何歳ぐらいの子なんですか？はい、本当はもって話したいところなんですけど、これ7キロあるんですね、だから、ちょっと置いとくね。で、この方は、1920年生まれなので、はい、大体100年、100歳です、はい、この中にそれより上の人いませんね。はい、そう、ね、そういう楽器です。はい、はい、じゃあ皆さんは多分この楽器を一番最初にこの曲で知ったんじゃないだろうかというぐらい有名な曲と有名な作曲家がいますね。ピアソラ、アストロピアソラ、はい、ピアソラなんですが、この曲をやらないわけにはいませんね、はい。はい、アストルピアソラね、こう私今日こういう風に立って弾いてますけども、ピアソラもこういう風に弾いてるの、はあ、でそれは何でかというと、ピアソラはね、生まれながらに足が片方短かったんだって。そういう障害があったんですって。それでこ うまく歩けないくらい困ってたんですけど、この楽器をやった時にその弱い右足をガツンとここに上げてバッと弾いて、演奏したんですよね。でこのリベルタンゴというのは自由なタンゴっていうタイトルなんですけども、これを作った時は古いタンゴを愛する人たちにから暗殺計画もあったんだ。あ、それは知ってます、聞きました、ね、はい、タンゴの革命児と呼ばれたので、ね、今日はちょっとたまちゃんとゆきちゃんがこうまた革命を起こしてくれるんじゃないかと。、はい、もうすごいかっこいいたまちゃんのアレンジでお送りします、はい、ではお聴きください。リベルタンゴです。
さんの運命が変わったんじゃないかと思いますけれども、続いて曲227の曲でコラボレーションしたいと思います。この曲はですね、227初期からずっとやり続けている曲を今回、バンド全用にアレンジしました。ラティーノお聴きください。Thank you.
ですね、1曲、先ほども言いましたが、今日はあのニューアルバムの発売日ということで皆さん買っていただいたりしたかな、ありがとうストーリーズ、ありがとうございます、買っていただいたかと思うんですが、1曲目 の, あの風の靴とかですね、かぐや姫2曲目にやった曲なんかも入ってます、そして今のラティーノいろいろ入っているんですけれども、その中で1曲、あのミディアムバラードな曲が入ってます、ノスタルジーという曲なんです。ちょっとお水を飲んでいいですか。はい、ノスタルジーという曲なんですけれども、今回のストーリーズというアルバムは結構アップテンポだったり、こうリズムがねはっきりした曲が多めなんですけれども、その中ではちょっとバラードっぽいというか、ホッとするような曲ですよね。はい、はい、ノスタルジーをお聴きください。
一番左回復ね、みゆちゃん、はい、そしてまゆちゃん、はい、そしてこけしちゃん、はい、そしてのりかちゃん、はい、そしてさゆりちゃん、あやなちゃん、かわいいにゃんこたちに皆さん盛大な拍手をお願いいたします。かわいいにゃんこたち、これもニューアルバムに入っています、シャムに恋した猫の話という、曲からシャム役が佐々木優子ちゃんだったんですけれども、私もびっくりするほどの猫毛にやられましたね。すごい毛が、ね、すごかった、毛が、ね、待ってなんてびっくりしましたけれども、はい、そのリーダーですね、佐々木優子ちゃんと、ゆきちゃん結構長い付き合いですね。はい、そうですね、元々はチャージというところの公演でねご一緒したんですけれども、佐々木優子ちゃんはタップダンサーなんですけれども、その時は言葉を失った魔法使いの役で出てたんですね。で、私の中でタップダンスってこうもうリズムを一緒にセッションするというイメージだったんですけれども、その舞台でこう お芝居というんですかね、そうですね、感情が、ね、今もね、すごい猫ちゃん可愛かったでしょ、そうそうそうっていうのを、うん、まあ、知って、ああすごいな、なんかそういうリズムじゃだけじゃないものとかもいつかコラボできたらいいななんて、うん、そう思っていたんですよ。そうで、はい、もう一曲、その佐々木優子ちゃんがですね、コラボレーションしてくれる227の曲があります。これはですね、彼女がずっと227を見に来てくれていて、この曲で踊りたいということでもうすでに踊ってくれていた曲です。クラシックスバー227というアルバムに入っております。戦う者たちへという、227のオリジナル曲です。これはですね、この曲をいつもどんな曲かっていう時にですね、50歳、60歳、70歳、80歳、90歳になっても何かにチャレンジすることが生きるエネルギーになるんじゃないかという、そしてですね、またお母さんっていう立場になったりしていろんな時間がなくなったとしても、お母さんになってもお父さんになってもこれからずっとやりたいことにチャレンジすることが生きるエネルギーになるんじゃないかというようなことを話しているんですが、そしてもう一つはですね、私その何ですかね、いろんな人生を生きていたらもう人生最大のピンチって絶対誰にでも、あると思うんですね。それで例えば、まあ今日のこういうこともいろんなね、こともありますし、仕事が急に変わっちゃったとか急に怪我しちゃったとか、いろんなことあるかもしれません。で、私自身もですね、やっぱ10年前に、この音楽の仕事をしているのに右の耳だけがちょっと聞こえが悪くなって両耳が違う半音ずれて聞こえるっていう、ことになった時にですね、まあもうこれは音楽やめなきゃいけないんじゃないかと思っていた時に、運動をしたら何か変わるかもしれないっていう、聴力が回復するかもしれないっていうのを聞きつけてですね、趣味で、まあ、皆さんご存知だと思いますがキックボクシングを始めたんです。そしたらそのキックボクシングを始めたことでですね、もちろん耳もすごく良くなりましたし、まあ、いろんな新しい世界も見れましたし、まあ、何よりもその時にできた友達とか仲間とか時間が本当にかけがえのない私にとっては大切な宝物になりました。そしてですね、その9年前とか10年前に、っていうのは、まあ、ゆきちゃんと9年前に出会ったんですけれども、まあ、その時にこれからどうしようっていう時に、227をやろうって決めたことでこうやって皆さんに出会えているので、あ、なんか人って、まあ、ピンチとか本当に最大ななんか辛いこととか絶望的になることはあるかもしれないけれども、それでも腐らず前を向き続けていたら今まで見ることがなかった世界やそういう大切なものとかかけがえのないものに出会えると思っています。なので皆さんもそういう風に、感じていただければと思います。なんか今日タイムリーなんでいろいろ思っちゃうんですけど、はい、そんなわけで着替えってどんな感じですかね。いけますかね、大丈夫ですか。はい、じゃあ、改めて紹介したいと思います。佐々木優子、心を込めて弾きます。戦う者たちへ聞いてください。
またニューアルバムから、はい、1曲お届けしたいと思います。これはですね、平成の最後の日です。4月の30日に、スタジオに入ったらですね、あ、今日で平成最後やなと思ったら降りてきた曲です。あの次の時代と、平成をイメージして作った、暁、そしてですね227代表曲、美の巨人たち、テレビ東京ですね、はい、美の巨人たちのエンディング曲でした。スターズ2曲続けてお届けします。
というわけで、もうだんだん後半戦も近づいてまいりました。ここからまた227で盛り上がっていきたいと思いますけれども、いかがですか？はい、ありがとうございます。今日はたくさん、ニューアルバムからお届けしていますが、227ショータイムからですね、はい、はい、そして、夏祭り、そしてですね、まだリリースされていないアメジスト3曲続けてお聴きください。
すごい、ごめんなさい、めっちゃ汗、今日は書かへんなって予想してたのにめっちゃ汗かいた。はい、続いて最後の曲になるんですが、早いよね、あっという間、ほんまにありがとう。その前にじゃあ、物販のだって物販の係が物販の説明を、これは今日ないけど、はい、たまちゃんが今日タオル持ってきた方がいいよって言ったけど、私そんなに汗かいてないかも。あ、持ってきてる人いるね。ありがとう。ね、いろいろあるんだよ。でも今日はね、タオルはないの。その代わりに、じゃあまず CD の説明からしようかな。買いました？新しいの買いました？でもね、新しい、まあ、じゃあまず新しいのはストーリーズというアルバム、今日発売の2000円になります。はい、そして1個前のクラシックス by227 という CD がなんと2000円で売っておりますよ、はい、あの戦う者たちへ、先ほどねタップ踏んでもらった曲が入っています。そしてもう1枚が、227のセカンドシングル3曲入り、先ほどやった227ショータイムが入っている CD が1000円で売っておりますよ、はい、3枚合わせても5000円です。勇気を持って言ったけど、そのままやっていう話ですね。はいはい、そしてはい、買ってもらえたら嬉しいなと ね、 ね。そしてですね、うん、今回はタオルがない代わりにグッズをいろいろ作ってきたんですけれども、はい、まずキーホルダー限定40個です、はい、買った、ありがとう、ありがとう、はい、そして今回ね、私が今水を飲んでるやつ、水じゃないや、スポーツドリンク、はい、じゃん、お、限定20個で作りました。これね、あのとある現場で、227で使ったら、え、欲しいっていうのが出たので、ね、今回作りました、はい、作りました、はい、あの1個1000円、そしてもう1個、まさかのそっから密かにドラムに貼り付けてましたよ、じゃん、はい、はい、これいくら？300円、300円だった、うん、300円だった、はい、あの何の数字って言われるかもしれないけどあの宣伝になるじゃん、さっき言っとくよ、ジャイアンツじゃないからねあの楽器をやってる人は楽器につけてもいいし、パソコンに貼ってもいいし、スーツケースに貼ってもいいし、はい、っていう大きさをね、いろいろ考えてこの大きさになったので、はい、ぜひぜひ、で、あの買ってくださった方には、あの先着で100名様、あの缶バッジをプレゼントしておりますので、はい、ぜひぜひあのお帰りなさいね。缶バッジとキーホルダーのデザインはですね、はい、クラシックスバージョン、間違えた、ストーリーズと同じデザインになっております。はい、そうです、はい、ライブのね、ぜひぜひおソロで買っていただければなと思います。はい、はいはい、そしてですね、ちょっとこれも多分 あると思うんです、今日チラシ入ってますが、そのちょっとあのこの今の状況次第なんですが、3月の21日に、ですね、私たちのと元 NHK アナウンサーの村上信夫さんとの、トークショーっていうのがアートフレンズカフェで3月21日あります。そしてあのサポートっていう形にはなりますが、3月3日ですね、日野美香さんと生野真世さんの、サポート、コラボレーションナイトに227も、出演します。そしてですね、5月の23日、これは大塚グレコに、大塚ミュージックフェスティバルの中の、ミュージッククローズで、出ます。そして、先ですが10月31日、元宝塚の、マオリさん、マオリキさんとのコラボレーションライブが、原宿ラドンナであります。そしてまだ言えませんが、私たちがずっとやりたいと思ってた場所での、コンサートも秋ぐらいには決まりそうです、はい、もうもっと1ヶ月ぐらい経ったらもう公表されると思うので、公表アウンされると思うので、はい、ぜひぜひチェックしていただければと思います。はい、ありがとうございました。はい、はい、では最後の曲、人気曲でまだやってない曲があります。チルドレンズスマイルお届けします。今日初めての方に、ご説明しますとですね、私とかゆきちゃんがその生野真世さんのやってられるミュージックプロジェクトで、スリランカの方に行きました。数年前ですね、内戦が終わったばかりのスリランカに行った時にですね、あのまだ南と北を自由に行き来することができませんでした。でも南の子どもたちと北の子どもたちが同じ曲を練習してます。そしていつか一つのオーケストラで演奏できるようにという、そういうミュージックプロジェクトがありまして、それの、ワークショップとコンサートで行きました。
いろんなことを背負っている子どもたち、大人もですが、そんな子どもたちの前で音楽は何の力があるのかと思いながら演奏を始めたんですけれども、最初のうちはそのなんだろうな、なかなか心を開いてくれなかった子どもたちも音を出すに従ってどんどん笑顔になってくれて、最後は私たちの膝の上に手を乗せてですね、本当に来てくれてありがとうっていうふうに言ってくれました。子どもの命もそして人の命も本当に奇跡で大切で、なので、これから先の時代も平和を、祈って演奏したいと思います。この曲はですね、そのスリランカのバスの中で、思いついたメロディー、五線譜がなかったので手帳に五線を引いて書いた曲です。チルドレンズスマイル、聴いてください。
ありがとうございます。今日はですね、本当はいろいろと物販とかねサイン会とかしたいんですけれども、こういう状況なのでですね、サイン会の方が今日ちょっと厳しいかったり、写真がちょっと厳しかったりするので、ここからは、はい、自由に撮影なりなんだり、はい、もう別にもう不細工な顔でも何でもいいから、いやでも上げるのは可愛いのにしてね、ぜひ記念にとか SNS でとかなんかいろいろやっていただければと思います。はい、はい、私本当正直今日こんなに来てくださると思わなくて、私ももちろんだいぶ前に完売はしてたんですが、うん、だいぶやっぱりその今回のことでキャンセルもあった中で、本当、うん、来てくださってありがとうございます。ゆき、うん、ちゃん何か一言。いやもう本当に何だろうね、うん、ありがとうありがとうございます。もうなんかね、来るこういう状況じゃなくてもやっぱり足を運ぶって、うん、大変なことじゃないですか、いろいろな、はい、ね、日にちを空けたり時間を空けたりするので、うん、それだけでもね感謝だし、まあ、もちろん来れなかった人とかもね、うん、いろいろメッセージくれたりとかも感謝感謝の一日ですわ。はい、そうですね、はい、本当にもう泣きそう、うん、ごめんなさい、はい、わかりますよ、わかります。なので、うん、なんだろう、私ができることって何かなと思ってたんですけど、まあ、一生懸命やって次もまた来年も頑張るし、これからもなんか皆さんが元気になってもらえるような、うん、なんかね、音楽がどこまでできるかわからないけど、うんうん、そういうことをねたまちゃんと一緒に作っていけたらいいなと思っているので、うんうん、ぜひ応援をよろしくお願いします、はい、本当にありがとうございました。はい、はい、本当にどっちが正解、やるかやらないか、どっちが正解かはもう分かりませんけれども、私は今日来てくださった皆さんが元気になってくれたらそれが一番嬉しいし、結局私たちも元気になりましたね、今日はね、はい、もう本当に昨日はね悩みに悩んでたので、はい、さっきまで元気なかったんですけど、元気になりました。ちょっとしたことで泣きそうになってましたでも本当に感謝します。そしてですね、来年、皆さんにどうしても絶対に会いたいと思うので、一つお約束事をしてください。帰ったらうがい手洗い15秒ですもう絶対で、そこ出たらまずそこにいっぱいアルコール除菌あるから皆さん全員アルコール除菌してください。ここ全部やってますけど、もうとにかく帰ったらうがい手洗い15秒、もうこれ標語にしてください、うん、はい、本当に今日はありがとうございました。最後の曲アクトレス聴いてください。Thank you.
もういいよね、今日はね、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあみんな写真撮りましょうか。撮りますか。はい、ぜひ。じゃあちょっと上から撮ろうかな。全部ここの机どうなの。まあ横にしましょうか。撮ります。いいです。こっちから撮ります。はい、撮りますよ。はい、チーズ、はい。